明日3月1日より実施を予定しております熟練プレイヤー御用達、人気忍びたちの忍術奥義を獲得、さらに鍛えられる1億ダウンロード突破記念オールスター大感謝ガシャ。こちらは過去周年で登場した忍びの忍録札のみが登場する豪華なガシャとなっております。ガシャは陽の巻と陰の巻に分かれており、陽の巻では千住柱間、渦巻ナルト、クラマリンクモード、渦巻ナルト最終決戦、渦巻ボルト、カーマ、陰の巻では内葉マダラ、内葉サスケ永遠の万華鏡シャリンガン、内葉サスケ最終決戦、カワキなどの忍録札が登場いたします。そうそうたる忍びたちですね。そしてなんと渦巻ナルト、クラマリンクモード、内葉サスケ永遠の万華鏡シャリンガンのリンクボード3の道を開放いたします。さらに育成してバトルを楽しんでください。続いてはこちらです。育成素材をお得にゲットし忍びを強化できる特別任務歴戦の砦で1の章から4の章を開催いたします。3月4日より毎週1章ずつ配信されるこの任務は各章10ステージ、合計40ステージとかなり遊び応えのある任務となっています。過去に周年で登場した忍びたちと戦い、見事クリアすると、登場していた忍びの専用忍具をはじめとする豪華報酬を手に入れることができます。また、キャンペーン期間中に開催される各種任務や月間ログインボーナスなどで獲得できるメダルを集めることで、豪華報酬と交換可能な1億ダウンロード突破記念メダル交換所を用意しております。過去周年で登場した忍びの育成素材のほか、新規書き下ろしの星6効果付き忍録札など豪華報酬をゲットできるチャンスです。1億ダウンロード突破記念オールスター大感謝ガシャ特別任務歴戦の砦で1億ダウンロード突破記念メダル交換所を利用して忍録札を手に入れて忍びを強化しましょう。また1億ダウンロード突破への感謝の気持ちを込めて最大10日間毎日無料で10連ガシャを引けるキャンペーンを実施いたします。最大で100連無料で引けるお得なキャンペーンですので、毎日ログインいただき取り逃しのないようお願いします。続いて3月9日より新しく実装予定の忍び内葉さくらのご紹介です。内葉さくらの忍術はチャクラコントロール、砲火、空撃章、脊柱滅砕、桜花章絢爛となっております。チャクラコントロールを駆使したパワーあふれる、そして華やかな術が楽しみですね。本日の動画は以上となります。そして今回は特別に1億ダウンロードとプロデューサーレターの公開を記念いたしまして、認証席を300個プレゼントさせていただきます。こちらは後日皆様の受信箱にお届けいたします。では長いお時間ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。